ここです。ボールがこぼれている。ランナーはあっと2人飛び出した。ここでボールが戻ってきます。セーフです。生還です。寺内が一度スタート戻ろうと思った。ただセカンドランナーも飛び出していた。そこでスタートを切った。バックホームは一瞬かいくぐってセーフ。もう一度見ましょう。飛び出したセカンドランナーも飛び出していました。ここで暗転して、あ、確かに左手でベース触ってますか。これ石原がパスボールした時にサードランナーも一度確認したんですけど、それでもあえてセカンドへボールを送球したんですよね。あの寺内の体勢見てもう突っ込んでくることはないと思ったんでしょうか、はい。